たその雰囲気は南淡路市の愉快なピアノ教室なのだ。みんな面白いこといたずら大好きですね。いつも先生が楽しいことやっていることは子供たちもよく知っていますよ。明日も楽しいレッスンです。今日もドラえもんのおさらいですよ。ドラえもんの秘密道具にはさあタイムマシン、どこでもドア、逆さコンテ、水加工用ふりかけ、いろんな秘密道具がありますね。忘れとんかち、一つずつ楽しみながら学ぶことが一番ですね。 1+1 は2にもなりますが、田んぼにもなります。 1+9+3 は答えは13ですが、193、これも先生は子供に教えてもらいました。数字を覚えることや ABC ローマ字を覚えること、読譜を覚えることも、何事も継続は力なりという言葉通り、少しずつ楽しみながら学ぶことがベストですね。それではみんな大好き、みんなの夢を叶えてくれるドラえもんの曲と、そうだったらいいのにな、みんなの願いや希望を元気にリズムに乗せて弾いてみますね。それでは。Thank you.
芸妓の皆さん、ドラえもんの曲をお届けしました。明日も楽しいお稽古ですよ。それではバイバイ。